バカ者は、糸山明子の小説、及び、その映画化作品。ヒデは、群馬県に住む、大学生。年上のヒタ氏との常時に溺れる日々を送り、留年してしまう。ヒタ氏は、ヒデを、公園の木にペニスを露出させたままの状態で縛り付け、置き去りにして結婚してしまう。ヒデは、想像上の人物に助けられてその窮地を切り抜け、 なんとか卒業試験内の家電品量販店に就職し、翔子という女と付き合い始めて、結婚を前提とした関係になりつつあり、仕事もそこそこ順調で、まずまずの人生を送っているつもりだったが、なぜか、ある中になってしまい、家族以外のすべてを失ってしまう。そして事態は思わぬ方向へ、赤染明子と田中和夫が寄稿している。年月公開。 キネマジュンポー史上の監督インタビューで脚本作りのプロセスに関して次のように語られている。脚本家の高橋は原作が好きで原作に忠実な脚本が第一項として書かれたが監督の金子は日本航空123便墜落事故からの10年の群馬を舞台にしたかった。すると原作者から日航機事件は群馬県民にとって深刻な 問題なので止めてほしいというダメ出しが出た。そこで2000年あたりからの10年という設定にした決定校は原作者からも了解が得られ撮影に入った。ありがとうございます。